誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口利くんじゃねえぞ。返す気か？すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも連れて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すいません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 。風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。気流ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キルちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。街に出てみるか。大丈夫？キリュウちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。それがあんたの息子か？キリュウ、お前
いつからそこに。いい女だな、趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。何の真似だ。くそ、教官逃げろ。うん。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ。組長に言っとけよ。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。くそ、頼む、見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え？じゃああんた、後部組？違う。訳を話せ。どうなってるんだ。追われてるんだ、俺たち。強化の親父、後部組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら。タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞ。こらなんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？あんた、行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅えぞ。おい、一つ貸しとくからな。クソが。おい、タカシのことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ？あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の？組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。どきなさい、私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。タカシは、タカシはどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。七両としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの、私が一人でお金を持ち出したんだから、タカシは関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。強化、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても強化を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。うわっ、うわっ、うわっ、死ぬ気がある。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。たかし。ああ、取った金は置いてけ、ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。
チームじゃパシリで、挙句にはメールで組抜けるってか。黙りなさい。いいよ、タカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの？え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かったやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。タカシ？俺…俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。隆史！よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい？ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか？あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。ああ、キリュウちゃん戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。何何？サヤって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。ねえおじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でも OK。 条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの？さや、すぐに見つかるって。行こう。さや、ちょっと。伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。
チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと。伊達さんか。さや。お父さん。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで？何よ、今さら父親面？今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや。帰るね。さやちゃん。くそ。な、何よ、あんたたち。さや。ちょっと話して。うるせえ。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。俺はあの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。キリュウさん、翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのが。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。言うぞさや、お前も一緒に来るんだ。金借りたのよ、その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。あん、うん、おい翔太、何やってんだ。サツか。へえ、四か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ。
翔太、なんで？薄情な親父だね、あんた。娘、大事じゃないの？大事だ。大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。うわっ、お父さん。なんだてめえ。あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。20が400だって。冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。さやが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ須藤君、誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。その様子じゃ
柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき聞いたで、踊れの子分に手合いとるようやの錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間ちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。